さん、こんにちは。来年からリフレッシュのためのお休みをいただくことにいたしました。2022年末の NHK 紅白歌合戦のステージを最後に、歌手活動を無期限休止している氷川きよしさん。それ以来、SNS を含め公の場に姿を見せることはなく、復帰の時期も発表されていません。歌の世界から距離を置いた現在、どのような生活を送っているのでしょうか。まずは氷川さんの経歴を見ていきます。福岡出身の氷川さんは、2000年に箱根八里の半次郎でデビュー。演歌歌手ながら22歳という若さと、ビジュアル系男性アイドルのような甘いルックスで注目を集め、2000年から2022年まで NHK 紅白歌合戦に23年連続出場を果たしていました。氷川さんについてスポーツ紙記者は、長年演歌界のプリンスとして歩んできた氷川さんでしたが、40代になって雰囲気がガラッと変わりました。2年前にはウェブメディアのインタビューで、自分らしく生きたいと語り、髪を伸ばしてメイクを施し、容姿が一変してファンを驚かせました。2019年末には自らの呼び名をきよしからキーナと名乗っています。活動休止から1年、氷川さんの近況についての情報はありません。氷川さんは活動休止の理由について、22歳からファンの皆様の真心にお応えしたいという思いがエネルギーでしたが、なかなか心と体が思うようにならなくなったと説明しています。また一部の雑誌社に日々追われており、精神的に追い込まれていたことも理由の一つでしょう。ちなみにネット上では、交際相手の松村優希さんと結婚の準備のために活動休止したのではとささやかれています。マスコミに報道されたのをきっかけに一度破局したこともありましたが、約10年ほど恋人関係にあると言われています。これほど一緒にいるのであれば、いつ結婚してもおかしくないですね。松村さんとは俳優の風間トオルさんの誕生日パーティーで出会い、席が隣だったことで意気投合したそうです。彼らの熱愛が週刊誌に報道されたのは2010年の7月。氷川さんが松村さんの後ろポケットに手を入れているところが撮影されました。この報道をきっかけに一度は破局しましたが、2014年4月に再び熱愛報道が。今度は氷川さんの別荘にて密会していたそうです。元マネージャーも2人の密会を目撃しており、2人は一時的に距離を置いただけで、関係を隠すために場所を変えてコンタクトを取っているとも言われています。ネット上では氷川さんと付き合っていたのではないかと思われる噂の恋人がいます。その中には誰もが知っている大物俳優や歌手、アイドルもいました。ここでは歴代の噂の恋人について見ていきます。まずは相葉雅紀さん。ネット上で氷川さんと顔が似ているということから、相葉さんと付き合っているのではないかと噂を広めた人がいました。ちなみにこの話はデマになります。理由は、嵐に仕上がれに出演した時に、初めて会うので緊張していると言っていますし、そもそも相葉さんは2021年に一般の女性と結婚を発表しています。完全に根拠なしの噂のみになってしまうのですが、渡里哲也さんとも恋人関係だったのではないかという情報があります。氷川さんは渡里さんが大好きで猛アタックしていたようです。師匠とも呼べるビートたけしさんに仲介をしてもらい、恋人関係になったと言われています。2人はデビュー当時からの友達で、よく LGBT の方が集まる新宿2丁目のゲイバーに行っていたようです。続いて彦摩呂布さん。彦摩呂布さんはきよしさんを狙っていたという話もあります。恋人関係にあったかは定かではないですが、深い関係にあったと言われています。続いて平井堅さん。2006年に台湾の週刊誌に氷川さんと手をつないでいるところを激写されました。平井さんは台湾では人気俳優で通っているらしく、その人気があだとなり、海外で週刊誌に撮られてしまうことに。ちなみに平井さんは織田裕二さんと六本木のバーで見つめ合っていたなど、過去に男性とのスキャンダルが多く、ジェンダーレスなのではないかと言われています。そして氷川さんの
現在の恋人とされているのが松村雄貴さん。松村さんは氷川さんのマンションに何度も訪れており、週刊誌に撮られています。週刊誌に撮られたことがきっかけで一度破局してしまいます。しかし2014年に氷川さんの伊豆の別荘でこっそり会っていたことが発覚しています。ここまで見てみると氷川さんはゲイなのかと思いますね。しかし2014年に週刊文春で女性と付き合ったことがあると発言した記事が出ています。その女性とは現在は破局していますが、別れた原因は仏壇をきれいにしていなかったからだそうです。創価学会の熱心な信者と言われている氷川きよしさんにとって、彼女の信仰心が足りないことが気に入らなかったのかもしれません。ちなみに氷川さんはいろいろなメディアや SNS でジェンダーレスを公表しています。40代に入り自分の性を追求していくということで、カミングアウト後は女性のような格好をすることが多くなりました。きっかけはデビュー当時からお世話になっている音楽評論家の湯川玲子さんの一言にあったと言われています。あなたには神様からもらった使命があるのよ。声もルックスもいい、それだけのものを持っているのだから、あなたはあなたらしくやりなさい、という彼女の言葉で自分らしくいることに自信が持てたのではないでしょうか。ちなみに演歌とは様式美であり、男は男らしく拳を回して歌わなくてはなりません。みんなの求める氷川きよしを演じ続けることに、自殺したいほど思い悩んでいた氷川さん、また最近では氷川さんの容姿が女性のようなファッションが多いため、SNS 上では活動休止中に性転換するのではないかと噂されています。現に胸がだんだん大きくなっているという噂もありますので、その可能性はあると考えられます。大掛かりな性転換手術を行うとすれば、海外で手術してくるのでは？といった声が浮上しています。また氷川さんは自身の結婚観について、2017年の11月13日、徹子の部屋に出演した際に、自分の子供を持つことに憧れはあると告白していました。氷川さんは子供好きで、両親にいつかは自分の子供を見せてあげたいという気持ちがあるようです。もっとも現在は多様性が認められつつありますので、様々な形で自分の子供を持つことができます。氷川さんも自分自身に合った方法でお子さんを持つことができるといいですね。一方では独身ライフを楽しみたい、結婚に対して消極的な発言も過去にしているそうです。僕もいろんなこと考えたりとか、人と交流したりしたんですけど、人と一緒にいるとすごく気を使ってしまう、二人だったりすると逆にすごく気を使ってしまう、大勢じゃないと、5、6人じゃないとダメなんです。今すごく幸せなんで、歌い手として40になってからなおさら楽しくなってきたと語っており、また結婚に関してはこのままでいくでしょうねと独身を宣言しています。今年4月の新 CM 放送の際は、自分の表現の幅みたいなものを広げられたらなと思っています。外国が好きなので、外国でいろいろなことにチャレンジしてみたいとコメントを残していました。最近そんな海外志向の氷川さんを目撃したという人は、お一人のところはもちろん、友達と買い物する姿や小さい犬を抱っこして歩く姿をよく見かけるけど、最近は特に表情なんかが以前よりもリラックスしているように見えます。私なんかにもおばちゃんこんにちはって挨拶してくれるんですよ。選ぶったとこもなくていい人。デビューしてから20年以上も働き詰めだったから、今の生活を楽しんでいるんじゃないでしょうかと語っています。氷川さんと会話したことがあるという人はこう振り返っています。他の家のワンちゃんのことも気にかけてくれて、会うと必ず犬の目線に合わせてしゃがんで、うちの子にも挨拶してくれるんですよ。今もスターのオーラはあるけど、すごく気さくな方です。去年はトレーナーのような方と一緒にウォーキングしているとこも見かけましたと語っています。デビューから23年間トップ歌手として走り続けてきた歌手氷川きよしは今
スローライフを楽しんでいるようです。11月下旬の昼下がり、帽子にサングラス姿で歩く氷川さんの姿が目撃されました。ゆったりとしたスウェットにスリムなジーパン姿で、道端で知り合いの女性を見かけると笑顔で楽しそうに立ち話をするほど心を開いている様子。その後、氷川さんが歩いて向かった先は100円ショップ。100円ショップでの買い物中に、綺麗なスタイルのいい人がいると思ったら氷川さんだったので驚きました。氷川さんは店内を回り、袋一つほどの買い物をされていました。近くの商店街を歩いているというのは聞いたことがありましたが、本当に会えるとは思いませんでした、と氷川さんに遭遇したお客さんは語っています。別の日には知人らと都内の商店街を散策する様子も目撃されています。氷川さんはつなぎ服を着た40代くらいの男性とダンサー風の女性、70代ほどの年配女性の4人で歩いていました。変装するわけでもなく堂々としていて、知人の外国人を見つけ、はーいと挨拶を交わしていました。スーパーでもこんにちはと店員に声をかけて食材を選んでいました。近くのマッサージ店も利用されているみたいで、地域に親しまれて穏やかな生活を送っているみたいです、という目撃情報もあります。ちなみに今年2月には初のベストアルバム、9月には自身が選んだカバーアルバム、カバーセレクションがリリースされています。しかし今年の NHK 紅白歌合戦の出場者リストに名前がありません。連続出場の記録は止まってしまうのか。ちなみに今年6月レコード会社の意見広告に登場した氷川さんは、便利な時代になったけど最後は心こそ大切なんです、愛や優しさ、人間が生きるために一番大切なものを伝えられるのが音楽です、とコメントを残しています。続いて氷川さんがこの数年名乗ってきたヒーナという新芸名について見ていきます。氷川さんが所属しているながらプロダクションがキーナを商標登録を出願していることが判明。現に彼と事務所の間には独立問題で対立しています。事務所関係者によると、デビュー以来氷川を育ててきたながら淳会長が2012年に亡くなってから状況は一変した。これまで通りのイメージで売りたい2代目社長と、自分らしく生きたいとすでに限界突破を宣言している氷川との間に溝が生まれました、と語っています。彼の限界突破の現れは2019年、氷川さんはこの年の紅白出場直前に自らの呼び名を本名でもある清志にちなんだキーとすることを発表。その後、ありのままで生きるという意味でナチュラルの頭に文字を付け足し、キーナと名乗るようになりました。氷川さんの友人によると、本人は事務所を辞めると話しており、少なくとも年内には退所する、移籍先の候補もすでに上がっています、と語っています。氷川さんの思いとは裏腹に、何としても移籍を阻止したいながらプロが奇策に打って出たのは今年の5月18日キーナさんの名前が商標登録に出願されていました。事務所としては氷川さんの囲い込みを目論んでいるのではないかと考えられます。特許庁のサイトで確認すると、確かにながらプロダクションが出願者としてキーナ並びにキーナの登録が出願されています。ちなみに現在は審査待ちの状態になっています。特許に詳しい弁理士によると、商標権の存続期間は登録日から10年、申請が認められたら独立後もキーナの名前が自由に使えなくなる可能性はあります、と解説しています。氷川さん本人はこの事実を知っているのか、また所属事務所は何を考え、新芸名の商標登録を出願したのでしょうか。そしてファンを魅了する氷川さんの歌声が返ってくる日は来るのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。